が、だからほぼ同時にボサノバを聞き出して、スタンゲッツ、ね、ゲッツジルベルトだからスタンゲッツが入ってるじゃないですか。で、スタンゲッツっていうのは僕はジャズの歌からミュージシャンとか知らなくて、ボサノバをやる人だと思ってたわけ。それで、そのレコードはすごく気に入っちゃったから、またね、スタンゲッツのレコードを買おうと思って、買ったら2枚目も偶然ボサノバのレコードだったわけ。で、ますますこの人はボサノバの人だって思うようになってっていうか、それは自然にそうだと勝手に思ってたのね。そうしたら、3枚目を買ったら、ジャズが出てきたわけ。それで、この人こういうのやるのってなって、そっからジャズに入っていくんですよ、僕は。だから、スタンゲッツがジャズのなんか、賭博地だったわけ。それで、だから、中学2年ぐらいからちょっとボサノバに入って、中学3年ぐらいでスタンゲッツがジャズのミュージシャンだっていうことを知って、それで、最初はだから、まあ、ギターも好きだったんだけど、サックスがだから興味持っちゃったわけね。それで、その次に、レコード屋さん、銀座のヤマハって、当時、ミュージックバーってね、のがあって、なんていうの、女性の店員、若いね、女性の店員がお目当てに行く人がいっぱいいたわけ。それで、当時だからバーになってるわけで、円形のバーがあって、中に女の子がいて、それで、それぞれこう聞くあれが、プレイヤーが10台くらいあったのかな。それで、あの頃って勝手に聞かせてもらえるわけ。だから棚から持ってってこれ聞かせてくださいって言うとその女の子が書いてくれてこう聞いて世間話なんかするような場所だったんだよね、銀座の山って。そこに僕はだから別にそういうのが目当てじゃないんだけど、僕は中学生だから、そこへ行ってそのなんていうの、顔見知りになった女性店員に、スタンゲッツってだからジャズの人だったんですねとかって話をして、それで、他にもサックスの人聞きたいんだけど何がいいかなって言ったら、これ聞きなさいって紹介してくれたのがジョン・コルトレーンの、ジャイアントステップスで、ちょっとこれ激しいよとかなんて言われて、それでそれを聞いて、でも割と気に入っちゃったのね。それで次にもう一つなんかコルトレーンのレコード欲しいなとか言ったら、マイフェイオリットシングス、これを紹介してくれて、でもこういうのって中学生の小遣いだから、それこそ3ヶ月か4ヶ月にいっぺん行ってるあれだからね、すごく時間は長いわけ。そうやって中学3年をそうやって過ごしていて、そしたら渋谷にジャズ喫茶というものがあるじゃないかと、ジャズ喫茶なんても知らなかったんだけど、中学3年の頃なんだけど、こういうとこは入っていいのかなって友達に言ったら、補導されちゃうよってやったんだけど、ちょっと行ってみたいって、その頃ほら好奇心があるじゃない、そういう大人の世界とかジャズとかに。で、行ってみたいって言ったら、病みつきになっちゃって、それ中学3年はまだ病みつきにならなかったから、高校1年ぐらいからもう本当に週に1回とか2回とか渋谷のジャズ喫茶に行って、そうやって、いるうちにラジオでもジャズの番組があったから聞いてたら、ある時マイルスのマイルス、マイルスがかかって、これだと。で、その前からもちろんジャズ喫茶でマイルスがかかってたから、耳にしてはいたし、ちょっといいなと思ってたけど、まあ、レコード買うとこまで行ってなかった。もちろんお小遣いがないから買えないんだけど。そこまでのめり込んではいなかったんだけど、マイルス・マイルス聞いたら、これはすごいなと思って、そっからマイルスの、それリアルタイムの新譜だったから、そっから遡って前のを少しずつ聞くようになった。それからジャズ喫茶ってリクエストして聞いたりね。そういう風になったんですよ。